じゃあ、かくすけです。ごめんなさい、前回すっごい長くなっちゃってね。まあ、再開してやっていきますよ。で、このミルがね、まだここ、農場がね、元気なとこがあったので、ここにかけようかなと思います。で、なんかすごい軍団が来てたけど、ここに来る途中で全員いなくなってくれることを祈りましょう。で、敵もね、一応食料はなくなってきてるから、わーおこれ以上はなかなか生み出されないと思うんだよね。よし、行くぞ、この構成で。アナグマ1匹と、ハトちゃん3匹。これがうちの基本体系です。君は君や。よし。行くぞ。バターおじさんがいる。とりあえず手前のペレットちゃんだけでも倒したい。倒したい、倒したい、倒したい。倒す、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 倒す。はい、逃げる。逃げる。コール前に逃げる。よし。ヒット&アウェイだよ。はい、バターおじさんは私に夢中だから今のうちにやりなさい。あなたたち。よし、倒した、倒した、倒した。その勢いに乗って倒して、倒して、おっしゃー、いけた、いけた。キャンプファイヤー取って、え、何それ、なんでそこで生み出されるの。え、ちょっとコール前に、コール前に、あ、やだ、なんか来た。え、なんか、え、新しい場所手に入れるごとにひょっとして生まれるの、敵。よし、その流れで3匹とも倒したい。よし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 、よし、いける。よっしゃ、あ、嘘、何それ、引いてないよ。はあ、ひどいでしょそれは、ひどいでしょ。ちょっと一箇所売らないと何か、あ、これ一個でいい、これ一個売ってそこの農場を手に入れる。何それ、ひどいって。でもこっち守ってる余裕ないもんね、攻めに行かないと。この巣穴をとりあえず壊そう。このバターおじさんの巣穴凍っちゃうよ。あ、やばい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 、あ、おへそ。そっか、立てるだけじゃ、嘘。頑張ったのに、頑張ったのに、嘘。ここまで来て、もう相当頑張ったよ、きつーというか、囚人どこにもいなかったよさっき。あー、ひどーい、ひどーい。そうか、立つのを待って、農場が立つのを、農場立ててなかったか。厳しすぎない？あー、これね、うん、これ早めに助けに行こう。でもアナグマちゃん1匹いれば、アナグマちゃん1匹とハトちゃん3匹で十分だって分かったね、今回で。あー、なんと、なんと悲しい出来事だったんだろう。はぁ、はあ、守り体制もね、作っておかないと厳しいよね。網をいっぱい配置してね。まあ、今回は囚人の場所は一箇所分かった。うん、そこにいる。ここにもいる。敵に食料をできるだけ渡したくないんだよね。あ、嘘！嘘！あそこ買ったつもりなかったのに買っちゃったな、間違って。
大丈夫か？大丈夫じゃないよな、きっと。はい、ハトちゃんは呼んで、今回来るとしたらこっち側から来るかな、あっち側から来るかな。まあ網だけでも立てとくか、ここら辺。網と気球を、気球高いからな。なんか間違っちゃったな、いきなり。うまくいくといいけど。アナグマちゃんが呼び出されるようになったから、とりあえず180まで貯めて、まだ立ってないか。よし、これでアナグマちゃんが作られ始めて、網をね、立てとこうか。なんか来た、早いって。まだアナグマちゃんの準備はできておりません。あ、でも君たちってさ、君たちって建物攻撃できなかったよね。よしよし、大丈夫だ。うん、なんだ、なんという、なんということだ。嬉しい、嬉しい誤算だね。よし、じゃあここを守って、うん、このキャンプファイヤーはしっかり守ろうかな。うん、よし、よし、手に入った。うん、この気球はね、2個作っておこう。あとで食料なくなるから、やっぱ守りのためにいくつか気球は必要だな。うん、すぐね、食料最後の方なくなっちゃうから。あー、そっちはね、間違って取ったやつだから別にいいんだけど、せっかくだから、これも壊しとこうか。逃げて逃げて、衛星兵ができるまで待って。ガマちゃんも一匹だけかな、そんなにいっぱいはいらないな、ガマちゃん。回復しておくれ。あれ、どっか行ったぞ。あ、この子に、よいしょ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 、強い。あー、なるほど。ここら辺の網は役に立つね。網置いとこ。よいしょ、はい、気球も置いて、よし、あー、乗ってきた、乗ってきたぞー、アナグマさん。ちょっと回復ができるまで待って。よし、回復。そしてもちまちま攻撃はできてるよ。右の方を先にするべきなんだよね、囚人がいるから。そっちは一旦置いておいていいかな。よし、こっちの方行こう。おしゃ、手に入れた。帰ろ帰ろ、急いで帰るぞ、間に合うか。キャンプファイヤー買って、あ、間に合わないかも。戻れる、みんな、ここまで。あ、一匹は戻れる。あー、ここ壊されてるな、すごい。いける？よし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 。あー、もう一匹はダメだったか。せっかく助けたのに、助けなのにダメだったか、そっちは。そっか、水が邪魔だったな。あっち側がすっごい食らってる。
この子はね、本当に対人戦しか役に立たないからね、スタンプちゃんは。臭さでなんとかしてるんだろうね、きっと。あ、でも今回なんかいけそうな予感がするよ。よし、衛星兵いるね。あ、なんかリスちゃんがいっぱい来たぞ。あー、いっぱい来たぞ。大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫、うん、大丈夫。毒にやられてるけど、うん、食料も地道に。あ、畑が全部壊れてる。こっちは畑じゃない。あ、やっぱついにここをしっかりと使う時がやってきたな。よし、あれ、アナグマちゃん2匹になってる。あ、助かったんだね。あれが手に入ったことによって助かったんだね、きっと。はい、倒して。おー、2匹、2匹になると強いな、やっぱ尋常じゃない強さだ。でもハトちゃんがいないから、いやー、待ち構えてる側だったらもう強いな、この子たちは。よっしゃ。あ、嘘。あ、敵を倒したってことね。あ、でもそこ、よしよしよし。敵のね、大きいやつを倒したらすごい派手な爆発が起こるんですよね。よし、壊した。よし、この子、いや、今回いけるんじゃない。うわ、なんかすっごいすごい巣穴がある。壊す、壊せー、やれやれ、一匹やられる、やられた。そうか、一旦戻ろう。自分のものにしたい、うん、うん、ちょっとね、食料をまず手に入れないと。食料をね、手に入れないとね。あー、でも勝てる気がする。でもさっきみたいにね、余裕かましちゃいけませんからね。ここでちょっと待ってよ、ここ欲しいけど、このリスちゃんなんとかしないとどうしようもないな。よし、戻ろう。うん、あ、そっちになんか来てるな。あ、でも遠回りしてくれた。ありがたい。あ、臭いから離れて。ハトちゃん、ハトちゃん、おいで。ハトちゃん、来て。回復薬がいないと、このアナグマちゃんはすぐ無駄になっちゃう。よいしょ。やばい、カシャが来た。よいしょ。オッケー、大丈夫。食料が溜まる前に生まれてしまう。よいしょ。ガマちゃんはやっぱなくしてしまっていいのかな。ガマちゃんをなくそう。いつまでも食料が溜まんない。ごめんね、ガマちゃん。うん、よっしゃ、行くぞ。この流れで一旦戻る。回復、回復。あ、なんか来たぞ、スカンクが。よし、すかず離れずの距離を取るのが重要。食料あるけど、これもう、あー、もういっぱいいっぱい使っちゃったから取れないの、ひょっとして。きついなー、それ。逃げる、一旦逃げる。ついでにその子を倒す。よし。あー、どうしよう、どうしよう、どうしよう。一個気球でも作るかな。うん、取れないんだ。あー、なんか来たぞ。
この流れで行くぞ。よし、壊した。おっしゃ、よし、ハトちゃん1匹、2匹やられたけど、とりあえずいいぞ。使い切ってるところ取れないの？それちょっと困る。あ、バタおじさん来た。かつ離れずの距離で倒していく。おっしゃ、強アナグマ。バタおじさん強すぎるでしょ。よしよしよし、バタおじさん私ばかりの狙っているぞ。イエーイ、やったね。ついでにこの人も倒して、よし倒す。ニヘヘ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 、逃げる。よし、これ取れないんにゃー。ちょっと、領地的に欲しいんだよなあ。ちょっと食料、畑がなくなってきた。こっち側からその残ってる肉を先に壊して手に入れたい。ね、肉を壊そう。やばい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 。カシャにこのアナグマを狙われたらきつい。スアナを壊せ。おいしゃい、逃げる。あ、ここら辺全然取ってなかったんだ。手に入れとこう。よし、いけるよいけるよ。もう実況のことなんて忘れて熱中しちゃってるよ私。カシャを倒して、カシャを倒して、カシャ本人を倒して。あ、嘘、あー嘘、なんか間違って取っちゃったけど、そんなん取れるはずないよ。あーでも満たされようとしている。食料のね、畑は一応さっき作った。あ、ここになんかあるじゃん、畑。手に入れたい。うん、これはね、いつでも手に入れられるね。いいぞ。まあ、アナグマは、生まれるだけの食料はあったから、今生まれようとしていますね。あ、取れるじゃん。え、嘘。絶対取れないと思ったよ。早く早く、泣くの早く。ここら辺の網はもういらない気がするね。ぶっとこにひひひひひひひ。いいぞ、花熊が生まれたぞ。カシャをやっつけよう。巣穴はやっつけたからね。おしゃおしゃ、もう勝ったな。これいけるいける、この調子だといける。いける、やった、オッケー。ここも囚人はどこに捕まってるのかわかんないけど、よし、これも壊す。相手のね、領地をね、なくしてったら相手の兵の数もどんどん減るからね。なんか作ったなぁ。なんで隊長がいないのに作れるんだい、君たちは。突然生まれるからなぁ。あー、バタオスさんは、こういう、建物に強いんだね。知らなかった。はい、倒して、いける。このキャンプファイヤー何としてもね、死守しないといけない。もうすでに1回壊されてるけど、何としてでも手に入れないといけない。うん、はい、一旦戻って回復して、アナグマもう
一匹呼ぶか。食料は一応いっぱいあるから、うん、ちょっと待ってね、こっちの方探索する。あ、猫はそう、うん、これも壊せ、とりあえず。もう食料を生み出さないっぽいけど、とりあえずね、そこに建てられると迷惑だから壊して、よし、地道にやっていくよ。これを先に壊すことで後で生まれることがなくなるかな。今回の戦い長いな。アネミーフードソースを全部壊す。あれ、囚人助けるんじゃなかったっけ。エネミー、あ、そうだった、フードソースをなくすんだったっけ。え、もうなくなってるんじゃない。一応ビルはあるけど生み出さないんじゃないかなって思うんだけどね。そういうわけにはいかんか。あっち側が攻撃されてるか。いやー、ひとまずはこっち側に集中していいかな。どんどん壊せー、どんどん壊せー。あ、これ壊して、なんとかして、おっしに引きになったぞ。もう負けない。もうここでは負けないな。おっしゃ。うーん、逃げる。逃げる。一旦逃げる。ふぅ。これ取れないもんね。領地広げるために欲しいけど。うん、でもモグちゃんいっぱい呼ぼうか。うん、やっぱガマちゃんも大丈夫か。ハトちゃんもちょっと増やして、うん、よし行くぞ。いくぞー、攻めるぞー、全力で攻める、全力で攻める、逃げる、コールコール、急げ、戻れ、やれー、バターおじさんを倒せー、おっしゃーおっしゃー。あっち側も攻めてきたぞ。私は気にせず攻めていく。攻撃は最大の防御なりです。よしゃ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 、いけ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 、壊せ、よし、ザナも一つ残らず壊していけ。よし、バターおじさんも壊して一旦戻って、よし、温まっていくぞ。よし、これはギャングかな。うん、ギャングも倒す、ギャングも倒す、トカゲも倒す、オラ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 、これが宗教力じゃ。おいしょ、あ、ここでちょっと温まれるかな。おいで、みんなちゃんとここまで入っておいで。おし、行こう行こう。はい、フェレットを倒す、この追走部隊、きっとそのミルを倒したらおしまいだろうけど、今までの鬱憤を晴らしていく。ふう、温まって、はあ、時間かかったな今回も。オラ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 、いけーいけー、カモ中東部隊を壊せー。やばい、アナグマが一匹やられる。いけいけ、
壊せる、壊せるぞ。ペレットは生かしておく。やった、苦労した、苦労したよ今回。きつかった。でもすごい、やった、ついにやったぞ。次はバターおじさんのとこ、いや入れないな。あー苦労した、大変だった、やったついにやりましたよ。あ、あなたですか。次空いてないのかな、どこも。うん、あなたですか。セージマロー、 Did you just speak? Come closer. Yes, Seiji. はい、うん、Of course. You have done well.アルキメデス。Thank you, my sage. I am just you wish to be. Least you wish to feast. You wish to be done with this war and return to the old ways.、Huh? The old ways are dead. Missionary, we live divided.Old ways, old ways, but harsh missionary and listen. Long courts, common folk, and KSR, they have found a way. あ、道を見つけた。A village near Sneakily. They live in peace. Common folk told long courts, trade, KSR, rules. あ、なんか、いい感じに。離れてる？それぞれの道を歩んでるのかな。 They eat, they love, they love, they live, but we know better, we know best. ああ、彼らには道があるけど、私たちが最高の道を知ってるのかな。 The people think their peace will last.But when it falls apart, Charles will regain eternal. You will slaughter them. My sage, surely there's another way. The specter of peace looms over Sneakily. It is but a shade.When it fades, we shall never recover. Remember, we are not evil, my son. We are only civilized.、うん、悪魔じゃないんだね。セジマロー speaks. The three armies speak of peace.、うん、自分たちにとって平和、ピースの、これ平和の方だっけ ?Of...Building a new society in Sneakily. なんか、彼らなりの新しい社会を作ってるのかな。 But history is a circle. 歴史は巡る。 Such accords, no matter how propitious, are doomed to fall. And Charles.カオスか、カオス shall follow in their wake. The sage Maro has spoken. You must slaughter them all. わかんないけど、すべてを破壊せよって書いてありますね、目的。うん、全部を破壊しろっていう話か。お、トカゲちゃん使えるんだ。ハトちゃん、スカンクが、あ、いいぞ。ヘビは使いやすい。ハテナがある。なんだろうな。よし、楽しみですが、次回に進みます。ご視聴ありがとうございました。